かさないように見張ってて、私が。わかった。そうだ。あ、出た。100均じゃないところが肝なんだよ。そうだよ。来年も使おうとしてる？うん。ありがとう。でも結構可愛いんだよ、これ。可愛い。可愛いでしょ、うん、このポンポンが。あら。ちゃんとドレスコードも決めちゃって、ね、白でもさ、白にデニムだったら基本こうなるよね。え、どういうこと？え、上白で下デニムになるよ。え、そりゃそうでしょ。見えるかな。食べますか。はい。これさ、どういう感じなんだろう。みんなメリークリスマス、はい、クラッカーでマスクとかやばすぎ、クラッカー見えてる？ツリーなんかでもさ、あれじゃん、こういうちょっとさ、なんかちょっとそびえ立つツリー。そびえ立ってるこれ、大丈夫？光ってんじゃん。まあね、立派に立派に光ってやがる。そうだよ。じゃあ、いただきます。あ、何から食べよう、ね、悩んじゃうね。ガシチュー、うん、ちょっと冷めたかもね、今ので。もっと心配しなきゃいけないもの多分いっぱいあると思う。確かに。え、ちょっとほんと怖いわ。美味しくなかった、美味しくないって言っていいからね。いや、美味しいよ。ほんと？でもね、これシチューって言える？シチューじゃない。うん、うん、シチュー。優しいわ、うん、薄味でした、うん、優しいシチュー。これ崩すの難しくね。どうやって食べる？いいよ、適当に崩して。どっから取るの正解？これ絶対じゃないやん。押してもらっていいの？うん、どうぞ。ただえ、でも本当味薄いと思うよ、これ。え、もう平気？でも、学校のポテトサラダやっぱさ、健康に気使うじゃん。味じゃない？年々濃くなっていっちゃうじゃん。でもさ、ツナ、うん、入ってるからさ、うんうん、これ、冷やしとく？冷やしとく。怖いな。ちょ、自分で持ってきて。分かった、ほそうね。え、このブラータをさ、切ってよ。ブラータ切ってよ。ブラータ切って。切ってよ。切って、取るから切って。切って、切って。ね、切ってよ。え、スメさんとどこし？え、そう、だからこう、ちっちゃく見えますか？こう、絶対うまいわ、これ。うわ、あー、美味しいです。いいんじゃない？いいんじゃない？美味しい。こんなに汚しちゃった。え、いい、それ汁だったら。取り方が全然おしゃれじゃない。ちょっと野蛮だったか。美味しい。え、何食べた？食べてないの？美味しい。味する？え、これよく知ってる。うんうんうん、サーモンにしたら。いっちゃってください。サーモンにたてて。わ、オーマイガーシ、オーマイガーシ、オーマイガーシ、なんてこった。いただいちゃいます。うわ、寝た。美味しい。うん、しかしない。見た、シュンじゃない、シャトルだ。マジ美味しい。うんうん、ソース大丈夫？食べれる？食べれる。え、何の話する？うん、何の話する？去年何の話した？涙の回。振り返りが、振り返りしたから。振り返りちょっと早くない？でもまだ序盤よ。あと3時間後くらいに、どんだけ撮るの？え、何がいいんだろうな。クリスマスって何の話するんだろうね、みんな。てか、みんな友達とどんな話するんだろう。確かに、どんな話しますか、教えてください。うちら、ほんとマジたわいもないことばっか話しすぎて、多分面白くないよね、話してても。何話したっけ前？何話した？この間、あんま覚えてないけど。あんま覚えてない。それぐらいでいいってよね、多分。今この話してる内容も、この話してたんだって思うよ。パプリカオムレツ食べてみ。え、食べたい。毒味、毒味。なんでそんな毒味っていうの。いや、不安じゃ、不安じゃない。確かに、自分がその立場だったら不安でしょ。一回味見するねって、3回くらい味見するね。うん、うん、うん。パプリカ嫌いな人は多分食べれないってぐらいパプリカ強め。マジで食べよ。美味しいね。なんかもう皿の上を汚くするのバレる。ねねか。うん、ソース、バーベキューソースだ。うまっ。なんかパプリカ嫌いな人は無理だでしょ。パプリカってさ、いつの日か好きになったね。わかる。なんかさ、別にこれみたいなのないじゃん。これってパプリカ料理みたいな。ああ、ないかも。これぐらいパプリカ料理だったら、
パプリカしてるけど、うん、うまっ、なんか違うな、違った、うん、バーベキューじゃない、バーベキューじゃない、え、バーベキューやん、え、普通にハンバーグのデミグラスソースって感じ、美味しい、ほんまほんまやで、確かに皆さんはクリスマスはどう過ごしですか、やっぱみんな何やる夜なのか、え、こうじゃん、気づいた、うん、うん、よ、気をつけてね、こういうとこから、いつも言ってくれてありがとう年末どうする、年末って何すんのみんな、でもうちらほど楽しんでる人いないと思うよ、あんまりそば作るここでユーフいないもん、ダメだ、ユーフ別に前向きじゃない、ユーフ別に終わり、この話はやめとこう、やめとこう、餅つきしようよ、餅つき、餅つきしたお家で餅つきしたことある人いますか、うん、ちっちゃいトマトソース、あれ何今の熱めっちゃ熱かっためっちゃおもろかったけど、うん、ちろん、ね、恋バナできないもんね、もうよく恋バナできないのにこんなに頻繁に会って話し合うよね、みんなさ会ってさすぐ恋バナする、女子は大体恋バナって言わんのもん、ありがとうございます、いやトナカイのお花がなくなっちゃった、うちらはこじらせ女子なので、だけどさどんな人がいい、ちょっと恋バナしてみようじゃん、いや一回頑張ってって、何分できるかね、何分できるか、どれぐらい持つか恋バナで、どんな人がいい、第一条件、第一条件、一番大事なことってこと、うん、え、待って待って、少ないでしょ、まずちょっとさ、だんだん決めてこじゃん、あのもうちょっと簡単な、うん、どっちがいいとか、うん、選べるやつにしよう、うん、私ね、あ、何の話だっけ、あ、そう、必死、もう本当にあの必死になっちゃうのよ、何から話したらいいかな、声でかくもう必死だもんだから分かる、何人で喋ってんのこれ宴会場とかで喋ってんじゃないんだからさ違う、なんかあの、なんて言うんだ、 SNS とかでもさ、わかんない、 SNS やり始めてたのか本当なのかわかんないけど、 YouTube はさ、動画だからさ熱量とかさ、うん、細かいところまで伝えやすいじゃん、うん、でもインスタとかってさ、文章じゃん、うん、私、もう細かいディティールまで確実に届けたいわけだって、たまにさ、シュウナさ、ストーリーさ、なんかこんな細かいからさ、うわーもう一回止めてさ、何書いてんのかそんなになんかあったと思ったら、なんか私そんなに書かなくても違うの、でもなんかほんと間違って加えられるのが嫌なの、ね、言葉足らずなのが嫌なの、そうそう、でしかもなのにまとめる力ないから語彙力もないから、だから超時間かかるって話、ちょっと今伝わってるほら、今も不安だもん、うん、多分じゃあ本香は理解力がいいじゃん、そんなことないじゃあなんかさ、多分ずっと一緒にいるっていうのもあるし、若いし、なんとなく私の考えることとか、うん、言いたいこととか、うん、顔がね、なんとなくわかるでしょ、でも、伝わんないじゃん、やっぱさ、まあね、腰じゃね、ん、腰だと、そうだから、間違って捉えられちゃったら嫌なの、本当に嫌なの、 LINE とかもめっちゃ長く書いちゃうタイプじゃないの、え、タイプタイプ、こうこうこうで、こうで、こういうことがあってこうで、こうだからこうなんです、だって私、LINE 送る前に絶対読み返すの、文章をで、あ、ここちょっと足りないな、みたいなところをめっちゃ付け足すので、まあ、誰にでも、うん、たまになんかさ、ラリーがめっちゃ早い人とかいるじゃん、もう LINE ポンってかってポンポンポンみたいな、ああいうのとかは考える暇ないからすぐ返したりするけど、でも基本的になんか見返すかも、文章大丈夫かなみたいな、でも人によるか、一個一個送ってくる子いるよね、もう細かいんでしょ、そう、めっちゃ通知くんの、嫌なタイプ、そんな負けなくていいよまとめてポンで呼ぶなよみたいな、たまにいるよね、いる、シュナのそれはなんとなくわかるかも、最初だ、自分がそうとかじゃなくてシュナがそうなんだろうなってでも、それが悪いことだとは思います、だろうね、でも、見てる人からするとこいつ話しなげえなって絶対思われてる、思う人はいるとは思うけど正直ね、え、なんでそんな長く書いてるんだよ、だって細かいんだもん、長くてちっちゃい文章をこれぐらいにまとめようとするじゃん、うん、でかくは載せないじゃん、うん、だから余計になんか、で今なる人もいると思って、そのなる人はなる人別にいいんじゃない、じゃあ見なきゃいいじゃんって話じゃん、インスタの文字ダサくない
めっちゃわかる。なんか絶妙に外れ。なんか絶妙に。どれが正解みたいな。めっちゃわかる。なんか熱量なさいから、もう2キロだけちっちゃくしてるんですそういうこと？それが嫌だからどうにかなりませんか？ね、ほんと日本語って大体、ね、可愛いもんじゃないけど日本語って可愛いもんじゃないない、マジでないなんか見慣れてるからそう見えるのか英語ってマジ無限に種類あるんじゃん、うん、でもさ、どうぞ英語ってもう決められてんじゃん日本語って無限にあるじゃんその違いかな一つ対応してらんねえよってなんかがインスタの中でまだ好きなフォントがあって、うん、細いやつ細いやつあこれうんでもそれもさ大きさによらんあんまでかいと可愛くないよねでもさ正直あんまでかく載せなくない載せないこれは好きなんだけどでも英語とか数字になった瞬間に筆記体なのよあれで、うん、あれがムカつくのいっぱいあるだからなんかメンションとかする時だけフォントを変えるのも気持ち悪いし、うん、分かる多分これはね、全インスタユーザーがね、悩みだと思うよ、日本のでも誰もそんなに名前持ってないのどの本当にしようかな個人的にか恋愛の話どこ行ったさっき見つけたのがあるんですよ究極の2択、それをやろうと思いますでもこれ、題名は、うん、ブチラシ女子のクリスマスパーティーにしていい？いいよはい、ごめんなさいじゃあ1問目ねうん付き合うなら時間に超ルーズか時間に超ルーズあるあるだよねこれよくある付き合うならだよね、はい、私はこれはねお金なんですよあいいこと分かったなんかお金まずどっちなんかはどれぐらいの加減かにもよるよねこれはもう設定決めようルーズ5分10分遅刻してくる超ルーズか毎回ねそれ超ルーズじゃなくない遅刻してくれたら1時間平均遅刻するみたいな私も遅刻魔なんですけどじゃない結構なんかえごめん遅れるわでも別にそんな毎回ではないじゃんしなんかちゃんと用事がある日じゃんなんかまあねでもな遅刻する人ってないよ時間軸ずれてんのうんもうあの間に合わないの絶対にでもじゃあ今回もお金かもあでもうんお金かなんか時間にルーズなくせにお金にしっかりされてると腹立つかもそっちなんだ新しい観点だね、それはえ、じゃないさあ、時間にルーズなくせに自分はお金はなんか1円単位とかそういうことなのかなお金にルーズじゃないってきっちりあ、そういうことでも、たぶんいいよ、いいよあ、それルーズか逆の意味でむずいね、これきっちりか、じゃあえ、だったらなおさらお金にルーズな人なんだけどのがいいうん、いいのがいいでしょうんうん、え分かんなくなってきちゃった、まあ、でも私の言い分はお金は付き合ってる段階とかだったら私の設定としては別に口座が一緒でとかじゃなくて、うん、別々あくまでも、うん、だからお金に超ルーズになったらもうその人のせい自分のせいじゃん自分しか自分のせい分かる分かる別に他人だもんだって、うん、あくまでね結婚しないしお金ないんだったらじゃあ食べるのってなるでも時間は共有でしょこの人にも時間があって、この人にも。でしょ？やってると思った。なんで嫌な顔すんの？嫌だけど、当たっちゃったなって。いいじゃん、別に。共有してるものだから、やっぱり、迷惑はかけてはいけないとは知らない。でも、金にルーズな人は時間もルーズですよってね、言われる。てか、ちゃんとしてるかちゃんとしてるか。てか、それもどっちも選ばない。結局じゃない。付き合うなら、元カノ20人、元カノ0人、どっちがこじらし女子は0人がダメだって言われれば私はそうやっていや20人でもうそろそろ多分落ち着いてくれるはずそうねそこまで行っちゃったらね20人待ってます全く喋らない人24時間喋り続けてくれる人結婚するならうち結婚かーい全く喋らないなんか美味しいって言うんだよなそうだ前やったかもなんかでこの人もやったわなんて答えた私は喋り続ける人決め続けてくる人は自分がどっかに行っちゃえばいい物理的な距離もうずっとついてくるね多分24時間喋りかけてくれたからもうヘッドホンするやだー怖いなんかもうえそうみたいな喋んなんだよね無理一つできないじゃん会話できる前提でいいなら喋りかけてくる人じゃあ犬か猫どっちがいい
それは何について？犬系か猫系か。飼うなら違う。付き合うなら犬系の男子か。あ、系男子ね。え、犬系男子って何？なんか客観的に。顔が性格でワンワンみたいな難しいね、そうやって言われる。猫はさ、わかるじゃん、なんかツンデレってことでしょ。あ、犬系かまってた。うん、猫じゃない。気分が持つ時だけ来るってこと。猫、うん、だって甘えられるってことでしょ、ずっとマイペース家だと。まあそうね、人懐っこい系か気まぐれ系。難しい質問だったかも。これ安いかな、うん、わかんなくなっちゃってるね、こちら。真面目で一途が犬、うん、中堅みたいな、なんか中堅みたいな人がいない。中堅って何？ハチ公。そんなこと言ってるからね。え、むずいねこれ。うん、もっとなんか簡単な、うん、ね、簡単なのないかな。ちょっと恋愛の話無理なんだ。うちの恋愛の話できないんだ。好きな人ができたらこれ。ああ、確かに。今まで好きやった人はどういう感じだった？いるって何人いる？ないよ、そんな。いる？不思議なの、そういう話あんま聞いたことないんだけど。発車しちゃった。大丈夫、私にしかかかってないから。好きな人でも本当小学校とかに。いや、そのレベルだよね。やばいかな、本当。どうしよう。やばい、やばいよ。やばいよね、多分。やばいと思う、だって。そんで、え、これうちらだけで話して大丈夫かな。え、ちょっと深刻。大丈夫かな、だってさ、誰か言ってくれる人いないと、ね、なんか的確に、ね、だって分かんないんだもん、相場。でもさ、今の生活の中に彼氏が組み込まれるって想像してる。あー、それは私無理だわ。無理っていうか、無理っていうか、分かんない。帰ってきたらどこにみたいな。そう、どのこの今の1日のサイクルのどの場所に1週間とかのスケジュールね、え、どの中に入ってくるのみたいな。どうしてるんですか。え、でもさ、そんな毎日毎日会うっていう人あんまいなくない？分かった、じゃあめっちゃ頻繁に会いたいとか連絡したいのか、適当までいいのか。私時々でいいんだよね。でもその時々の頻度による。2日3日に1回はしたい。うん、1週間とかをなんか何もなかったら。確かに1週間長いわ。そう、なんか、え、これ別にこれ何の距離かみたいな。付き合ってる意味なくないみたいな。確かに確かに。でもなんかさ、毎日毎日じゃあ今からここ行ってくるね、ここ行くね、ここ行くねみたいな報告とかいる？いらないけど、別にしてくれても別にいい。強要されたら、え、してって。うん、あなたもやってねって。え、私は3日坊主で終わりますけど大丈夫ですかっていう。私は持って1週間ですよって先に言う。そういうの、なんかそういうのが無理だって分かってくれる人じゃないと付き合えないと思う。あ、そういうことね。じゃあ、あれだね、思いやりがある人だね。うん、そう。答え出た、もしかして。多分、あれだね、同じレベルで気遣いできる人がいいんじゃない。うんうん、自分、確かに。例えば、当たり前だって思ってやったことを相手も同じように当たり前にできる人がいいんじゃない。やばいよ。こんなこと今口に出して思った。怖っ。でも自分と同じ生活してて、自分と同じ考え。嫌だ。え、なんで私じゃんって言ってから嫌だって言うのやめてくれる。あれは嫌だ。あれは嫌だ。自分がいっぱいいたい。え、ないかも。いいよ、いいって。え、でもそんなガチで余ってるわけじゃないよ。ふとした時に、ね、あ、自分がいっぱいいればいいのになって思う。絶対嫌なんだけど。アメシューナがいっぱいいる世界線めっちゃおもろいな。なんで笑うの。めっちゃ面白くない？だってさ、多分めちゃくちゃ平和だよ。え、絶対ね、自我が生まれて自分なりのこだわりがそのアメシューナ1、アメシューナ2、3、4の中にも生まれてきて、絶対派閥を切るよ。だってこだわり強くて頑固なんだもん。確かにね。無理だよ。私は最初の多分1ヶ月だけど、さ、伏線回収ここで。さっきさ、細かいところまで伝えたいって言ったじゃん、うん、でも伝えるのが苦手って言ったでしょ。その感覚で発してほしいタイプだから、どっちかっていうとね。だから私と同じ考えというか、もう人がいっぱいいればいいのにって思っちゃう。伏線回収なんだ。伏線回収して今回収できてた。よかったよかった。適当か。よかったよかった。よかったよかった。え、思わない、マジ1ミリも思わない。同じ考えのこと思ったことあった？考えたことない。ないんだ。そんな世界ありえないと思ってるから。1月は正月じゃん。2月はバレンタインじゃん。3月は何？誕生日私の。そうだ。そうだった。失礼しました。4月は新年度。5月は子供の日。5月は分かんない。分かってますよ。即答。ギリギリ今からなんじゃない？ギリギリ、本当にギリギリ。4月は七夕。博学は夏休み。タナコの誕生日。ああ。タナコ泣いてるわ。ああ。ごめん、タナコ。博
秘密の日だよね。覚えてるよ。タバコいいの。9月は？そう、9月のさ、影が薄いなってずっと思ってたんだよね。9月ってさ、学校行ったらさ、新学期始まるじゃん。うん。始まってるうちなんもないじゃん。うん。運動会の練習。うん。マジで9月、ほんと、うん、申し訳ないけど。かわいそうだね、9月。え、待ってくれ。私が？そう、9月。なんで？ちょうだい。なんで？何にもないって言っちゃったから。全国の。9月の皆様。9月、ごめんない。いいよ。9月声高。そんな声だったんだ9月。高め。マジ何の話してんの。なんか面白いかなこれ。毎回そうなの。毎回心配になりながら撮ってるの。でも自分たち面白いです。なるほど。でも嫌になっちゃうね。うん？10月は何？うん。11月は？今の感じ。12月は？クリスマス。イエーイ。何をじゃあ思って話し始めたのこの話は。なんか毎月集まるときに何するんだろうなって思って。あ、そういうこと？そう。言葉足らずだからさ。で、言葉足らずのままさ、発信するからさ。そうだよ、わかんないよ。まあ、お野菜は多めに取ろうということで。緑のものに悪いものもないと思ってる。緑の悪いもの探そうじゃん。いいよ、緑の悪いものって何だと思う？今それ言ってんの？ほんとね。思いついたけど、ちょっとお食事中には言えないわ。いいじゃん別に。いや大丈夫な、違うじゃなくてチーズもそうじゃん。まあまあまあ、じゃあ青カビで。大したもんじゃない。なんだかんだありまして、そう止まっちゃったんだよね。やっぱ朝から頑張って。何それ？何それ？わたげ？わたげ、わたげ、わたげ、わたげ。振り返りでもする？なんか前回どうやって振り返った？1月から振り返った。何やったっけ今年。え、なんで一緒に振り返ろうや。いただきます。クリスマスです。ケーキだわーい。え、でも今年めっちゃ楽しかった。なんかえ、よかった。よかった。楽しくない？楽しい。え、なんかやっぱさ、いろいろこうさ、制限がだんだんなくなってきたよ。あ、そういうことね。今年ってそういう楽しいね。そうだからなんかいろいろやれたなっていう印象がある。何したかって言われたら分かんないけど、なんか後半がこの1年のね、すっごい充実してた私の中で。だから締めくくり的によかった。楽しかった。1月から振り返ると。1月何やった？初詣行って、初詣行って、そっから振り返る。一瞬で終わるけど1年が。振り返ってみるとさ、覚えてないよね意外と、うん、あれこれ1年前みたいな。うん、分かるっていう感じです。今振り返る気づるやん。うん。じゃあ一番印象に残ってるっていうかさ、何が一番嬉しかった？2020年、うん、ポップアップが楽しかったかな、やっぱ。え、何が楽しかった？じゃあほんと特にないかも。いやなんかこまごまはあるけど、うん、一番って言われるとさ、なんだと思う？言われたらあーってなるかも。でもそんな全部見てるわけじゃないからな。それはそう。友達が増えたことが一番嬉しかった。増えたんだ。今年になって友達が増えると思ってなかったから。確かに。あ、でも私も今年結構。そうだよね。うん、だって今年の目標結構さ、頑張ってるよね。目標にしてたもん、誕生日の時にね。コラボはあんまりできなかったかもだけど、人脈はすごい増えたけど、人脈っていうか、友達っていうか、なんかストーリー見ててもさ、思う。うん、あ、新しい人。あ、確かにそうだね。ね、だよね。でもよかったじゃん。うん、よかった。2020年マジで楽しかったね。来年も頑張ります。マイペースで頑張ります。自分のペースで。23歳ですから。うん、なんか中身変わんなすぎるなって思わない？変わった？変わんない。うん、ちょっとよくはなってると思うよ。確かにね。だいぶ別に悪かったとかじゃないけど、よくはなってると思うよ。だいぶ広がったでしょ。だいぶ広がった。もう前もコウジが見てなかったからね、心配になる。ちょっとでもこう入ってきたもん。避けてすら言えない。だってっていうシュナの顔を何回見たことか、もう何十回も。いや本当そうよ。だって昔の話からすると、多分初対面で会うなんて考えられなかったもんね、きっと。ね、学校とかはさ、もうなんかいるものじゃん。会うとかじゃなくて、そこでもう、はい、生活してくださいって言われてるから、うん、しょうがないって言ったらあれだけど、まあ、いるしかないんだよね。そうそうそう。別にさ、新しいところ行かなくてもよかっただけだけど、うん、今別に新しいところ行かなくてもいいんだけど、でも、うん、だいぶよ。だいぶいろんな人と。ね、うちらってなんか行ったり来たりするじゃん、会話が。うん、それね。まあ、ゆったりって感じで、こんなクリスマスでした。終わり。終わった。これさ、増加？違うよね。知らない、自分で考えてたんでしょ。
大丈夫ということで大丈夫これメリークリスマス。トナカイやんないと。最後はトナカイで。どこに行ったらいい？どこでも。下半身しか見えてないし。さよなら。大丈夫かな。本当に絶対いつもの不安だね。私も不安。